エンペラータマリンはタマリンの一種。名はドイツ皇帝のビルヘルム二世に由来する。ペルー南東部やボリビア南西部、ブラジル南西部などの熱帯林やニジバヤシ。現時点では絶滅の危険性はないが、分布域が少ないことから減少の心配がある。体長は約23から26センチメートルで、尾長は約35から42センチメートル。体重は 約400から500グラム。食料は果実や樹液、昆虫などだが、時々鳥の卵なども食べる。行動範囲は0.3から0.4平方キロメートルと見られ、行動範囲が他のタマリンと重なった場合は、鳴き声などで主張。一夫一夫性が通常だが、支配的なメスは複数のオスとの交配も見られる。妊娠期間は約140から150日で、 主に食料の多いウキに出産。1から2死、稀に参を生む。天敵は、大型の蛇や、毛筋類。寿命は、約10年だが、飼育下では17から20年生きる事例も。生まれた時の重さは、約35グラムで、2から3ヶ月授乳で過ごす。生後6から7週間まで親の背に乗って行動。有志どちらも16から20ヶ月ほどで、生成塾。 ブラック、チンドエンペラータマリン、全体的に暗い茶色の毛色で、胸部や腹部はオレンジ色や白色混じりの毛がある。ビアデッドエンペラータマリン、全体的に灰色や脳灰色の毛色で、尻尾はオレンジ色、顎は白色の毛がある。のにア種が確認されている。ありがとうございます。